ラジオネーム三平。有吉さん、無能美人こと佐々木希の野郎が CS ドラマの完成報告会見で共演者えなりかずきについてこんなことを言ってやがりました。えなりさんが演じた役は強烈なキャラクターなので気持ち悪いなーって思っちゃいますね。はあ？もしえなりの役を向井理が演じてたとしたならお前どう思う？全然気持ち悪くねえよな。むしろクソかっこいいよな。バカが。気持ち悪いのは役柄じゃなくてえなりさん本人なんだよ。えなりさんは強烈なダンゴムシ面のくせに俳優気取ってて気持ち悪いですって言い直せよ。いやいや違いますよ。えなりさんはね非常にイケメン。いやそこもえなりさんも強いイケメンですし、泉ピン子さんといえばねもう美人女優ですから。渡る世間鬼ばかりっていうね、もう恋愛ドラマあれです。月9ですもんねあれね。俺らからしても。どうしようかな。講演職はい。ラジオのワーギナーマイク。はい。あゆさん自身が出演した映画の記者発表でギャラ泥棒こと佐々木希が座敷わらしこと安倍貞夫についてこんなこと言ってやがりました。お会いするまでにいろんな妄想があったんですけど、実際に会ってみるとイメージと違ってとても気さくな方でした。本当にいい人でよかったし、何回も大好きって言っちゃいました。は？おい、土下座のドバカ。俺たちゲスナーはな、上から目線でブサイク俳優を大好きとか言って自分の好感度を上げるやつが一番嫌いなんだよ。大体安倍貞夫といえばな、愛菜ちゃんや福君のバーターだったにもかかわらず一つもブレイクしなかった国民的嫌われ者だぞ。お前も国民全員から嫌われて小向井美奈子みたいにさっさと脱ぎやがれ。ひどいひどい。安倍貞夫さん人気でしょ。そうでしょ。誰もブレイクして相当立つでしょ。そういうことです。ラジオネーム三平。有吉さん、美人大根女優佐々木希ちゃんが風俗行ったら人生変わったという映画で29歳の童貞男と恋に落ちる風俗嬢役を演じるらしく、会見でこんなこと言ってやがりました。女の子としてはちょっと口に出しにくいタイトルですが、中身は感動の純愛ドラマなのでぜひ女の子にも見てほしいです。はぁ？29歳の童貞と佐々木希の恋？ない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 。アラサーの童貞野郎なんてえなりをこじらせたようなクソ気持ち悪い怪物ばっかだぞ。スクリーンに映せるような面してないんだよ。お前えなりのおちんちん触れんのか？絶対無理だろうが。ごちゃごちゃ言ってねえでオープニングでおっぱい放れたぜ。これでもおっぱいは出ないでしょうね。いやもうねそのだったら俺も見に行かないよ。佐々木希ちゃんが風俗嬢の役やるんだったらやっぱりおっぱいは出してもらわないと困る。本当だ。これはやっぱりね商売道具だもん。本当にもう20年前ぐらいの作品ですけど「悪魔のキス」っていうねそのドラマでやっぱり常盤貴子さん風俗嬢役やってヘルス嬢ですよ。やっぱり寺脇康文さんと風俗やりましたけどおっぱい出しまして、テレビのゴールデンタイムで常盤貴子さんがおっぱいを寺脇康文さんにおっぱい揉まれて吸われてるんですよ。出した出した。これぐらいやっぱりやってもらわないとね。そうだ映画だもんね。しかもテレビじゃないんだもん。だからこれはだから僕はいつも言いますけど沢尻エリカは本当にオープニングでおっぱい出してくれましたから、ヘルタースケルターで。そういうのやっぱ佐々木希ちゃんにメッセージ言いたいですね。これはおっぱい出してください。完成してるからしょうがないんだけど。次回作では風俗行ったら人生変わった2ではオープニングからぜひおっぱいをポロリと。ポロリっていう言い方はあれですけどバンとバンバンと出してました。そして寺脇康文さんに吸われてほしい。関係ない。寺脇康文さんが AV 男優みたいになっちゃう。本当に毎回女優と絡むみたいな。あの作品だけでしょそれお願いしますこれは強くお願いしておきましょうね。はい、お願いします。ちゃんや福君のバーターだったにもかかわらず一つもブレイクしなかった国民的嫌われ者だぞお前も国民全員から嫌われて小向井美奈子みたいにさっさと脱ぎやがれひどいひどい。安倍サダヲさん人気でしょ。そうでしょ誰もブレイクして相当立つでしょ。そういうことですラジオネーム三平。有吉さん、美人大根女優佐々木希ちゃんが風俗行ったら人生変わったという映画で29歳の童貞男と恋に落ちる風俗嬢役を演じるらしく、会見でこんなこと言ってやがりました。女の子としてはちょっと口に出しにくいタイトルですが、中身は感動の純愛ドラマなのでぜひ女の子にも見てほしいです。はあ、29歳の童貞と佐々木希の恋？ない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 アラサーの童貞野郎なんてえなりをこじらせたようなクソ気持ち悪い怪物ばっかだぞスクリーンに映せるような面してないんだよ。お前えなりのおちんちん触れんのか？絶対無理だろうが。ごちゃごちゃ言ってねえでオープニングでおっぱい放れたぜこれでもおっぱいは出ないでしょうね。いやもうねだったら俺はもう見に行かないよ。佐々木希ちゃんが風俗嬢の役やるんだったらやっぱりおっぱいは出してもらわないと困る本当だ。これはやっぱりね商売道具だもん。本当にもう20年前ぐらいの作品ですけど「悪魔のキス」っていうねそのドラマでやっぱり常盤貴子さん風俗嬢役やってヘルス嬢ですよ。やっぱり寺脇康文さんと風俗やりましたけどおっぱい出しましてテレビのゴールデンタイムで常盤貴子さんがおっぱいを寺脇康文さんにおっぱい揉まれて吸われてるんですよ。出した出した。これぐらいやっぱりやってもらわないとねそうだ映画だもんね。しかもテレビじゃないんだもん。だからこれはだから僕はいつも言いますけど沢尻エリカは本当にオープニングでおっぱい出してくれましたからヘルタースケルターで。そういうのやっぱ佐々木希ちゃんにメッセージ言いたいですね。これはおっぱい出してください。完成してるからしょうがないんだけど次回作では風俗行ったら人生変わった2ではオープニングからぜひおっぱいをポロリとポロリっていう言い方はあれですけど、バンとバンと出してました。そして寺脇康文さんに吸われてほしい。寺脇康文関係ない。寺脇康文さんが AV 男優みたいになっちゃう。本当に。は？もしえなりの役を向井理が演じてたとしたなら、お前どう思う？全然気持ち悪くねえよな。むしろクソかっこいいよな。バカが。気持ち悪いのは役柄じゃなくてえなりさん本人なんだよえなりさんは強烈なダンゴムシ面のくせに俳優気取ってて気持ち悪いですって言い直せよいやいや違いますよ。えなりさんはね非常にイケメンいやそこえなりさんといえばイケメンですし、泉ピン子さんといえばねもう美人女優ですから渡る世間鬼ばかりっていうねもう恋愛ドラマありました月9ですもんねあれね俺らからしてもどうしようかな。これしようか。はい、ラジオの和木直也君、あゆさん自身が出演した映画の記者発表でギャラ泥棒こと佐々木希が座敷わらしこと安倍サダヲについてこんなこと言ってやがりました。お会いするまでにいろんな妄想があったんですけど実際に会ってみるとイメージと違ってとても気さくな方でした。本当にいい人でよかったし何回も「大好き」って言っちゃいました。はあ？おい土下座のドバカ俺たちゲスナーはな上から目線でブサイク俳優を大好きとか言って自分の好感度を上げるやつが一番嫌いなんだよ。大体安倍サダヲといえばなあは愛菜ちゃんや福君のバーターだったにもかかわらず一つもブレイクしなかった国民的嫌われ者だぞお前も国民全員から嫌われて小向井美奈子みたいにさっさと脱ぎやがれひどいひどい。阿部サダヲさん人気でしょ。そうでしょ。誰もブレイクして相当立つでしょ。そういうことです。ラジオネーム三平。有吉さん、美人大根女優佐々木希ちゃんが風俗行ったら人生変わったという映画で29歳の童貞男と恋に落ちる風俗嬢役を演じるらしく、会見でこんなこと言ってやがりました。女の子としてはちょっと口に出しにくいタイトルですが、中身は感動の純愛ドラマなのでぜひ女の子にも見てほしいです。はぁ、29歳の童貞と佐々木希の恋？ない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 。アラサーの童貞野郎なんてえなりをこじらせたようなクソ気持ち悪い怪物ばっかだぞ。スクリーンに映せるような面してないんだよ。お前えなりのおちんちん触れんのか？絶対無理だろうが。ごちゃごちゃ言ってねえでオープニングでおっぱい放れたぜ。これでもおっぱいは出ないでしょうね。いや、もうね、だったら俺